せて階段を探しました。目あったよあったよ。それにしてもなんて暗い階段なんだと、その時コン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 、真っ暗な上の方から何かが落ちてきました。どんぐりです。2階に何かいる。2人は暗闇を見上げました。メイ行ってみよう。うん、2階は真っ暗、何にも見えません。サツキは急いで窓を開きました。銀バタン、明るい光が差し込むと、後ろの方でザーッと黒いものがまたいた。メイは後ろの壁を睨みました。外ではお父さんがせっせと荷物を運んでいます。お父さん、このうち何かいるよ。さつきの声にお父さんが窓を見上げました。そりゃあすごいぞ、お化け屋敷に住むのがお父さんの夢だったんだ。おお、とっ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 と、大きな荷物を抱えてお父さんは喜びそうでした。大変だ、手伝わなくちゃ。さつきは慌てて下へ降りていきました。でもメイは一人でこの子と壁をにらみつけています。なんだろうなんだろう。メイは壁に近い恐る恐る隙間に指を突っ込みました。バーザザザーンと天井のひび割れの中に逃げ込んでいきます。びっくりして伝っている目の前にふわっふわっと黒い塊が一つ落ちてきました。どうやら一匹人形触れたようです。よーし、えい、捕まえた。お姉ちゃん、目は大急ぎで階段を降りていきました。はい、終わり。また明日。